親父の会は、小学生の父親を中心とした PTA 活動、またはそれに準じた活動のための地域組織。実際の名称は様々である。中学生の父親や OB、一部地域の特別支援学校では、教師や PTA も支援している例があり、必ずしも現役小中学生の親とは限らないケースもある。 東京においての親父の会の発祥は1986年3月、東京都中野区立中野富士見中学校が起源と言われる。当時はいじめ事件で抗議や批判が殺到し、時の PTA 会長が学校は地域の核、学校を守りたいと周囲の父親たちに親父の会の立ち上げを呼びかけ、発足した。 PTA が母親を中心とした活動になりがちで、活動時間帯や形態が母親に特化してしまいがちなため、父親が参加しやすい形態として、親父の会が存在する。通常の PTA 活動と異なる場合もあるが、PTA との連携、株組織として活動している組織もある。地域により活動時間帯が休日中心となる。最近は母子家庭に配慮し、 別な名称で活動している団体もある。親父日本の見解によると、2009年現在、日本全体で約4000団体の親父の会が存在する。2004年6月に当時東京都副知事の竹花、豊が警視庁と協力し、親父の会のネットワーク組織、親父日本を結成。その後2009年2月に、特定非営利活動法人親父日本として、 再スタートを切る。2006年に映画ボディジャックを推薦している。親父の会の発祥地は川崎市で1982年に親父の会、いたかが全国に先駆けてできた親父の会と言われている。日本、親父の会連絡会は、4000団体とも言われる親父の会の緩やかなネットワークを作ることで、全国の親父の会が共に交流を深め、 全国の親父の会の情報交換の場、全国親父サミットの支援。これから、親父の会を作ろうとしているところへの支援を通じ、情報交換することによって、子供たちのため我々、親父たちにできることは何かを、共に考え行動しようというもので。2005年9月3日に、京都で開催された第3回全国親父サミット院。京都において設立が採択された、改則も縛りもない。 ネットワーク型組織である。教育委員会や国会議員といった公的役員が主導権を取るのではなく、すべて在野の親父の会によって運営され、誰にも強制されないで運営されている。その在野の親父たちが集まって、年に一度全国親父サミットを開催している。開催地の決定は全国親父サミット終了後の懇親会にて、 各親父の会の挙手によって次回の開催地が決まるシステムである。したがって組織のトップが来年は親父の会でやれといった反強制的なものではないため自主的に運営することで平成28年で14回目の全国親父サミット院東京まで続いているのである。何の肩書きもない親父たちが子供たちと親父たちのモチベーションの維持と 全国の親父たちとの共有される思いを確認する、親父サミットでもある。現在は、全国の親父の会は、それぞれが個別につながりを持っており、情報交換の場としてアップされてきた、日本親父の会連絡会のホームページは、その役目を終えたとしてクローズされている。ただし、下記の全国親父サミットに関しては、未だに、毎年、開催継続中である。 日本親父の会連絡会の最も大きなインベントとして全国の親父の会の親父たちの資質の向上、それぞれが集う親父の会組織の活性化、ネットワーク化を通じ子供たちのためにまた家庭や地域で主体的な役割を実践していこうとする思いを持つ全国の親父仲間が一年に一度各県に集い交流を深めパワーを充電する場として2003年に第1回を 香川県で開催して以後、三重県、京都府、鳥取県、広島県、富山県、大分県、兵庫県、熊本県、北海道、宮城県、愛媛県の各道府県で開催されてきた。北海道では特別支援学校の親父の会も北海道全域のサミットを開催している。戦術のごとく、平成28年は東京都小金井市での開催があり、 東京の懇親会では、平成29年鹿児島日置市、平成30年広島県東広島市、平成31年神奈川県座間市、令和2年山口県下関市、令和3年熊本県熊本市、令和4年埼玉県川口市での開催が決定した。ありがとうございます。